この放送は三菱重工、ビーバーエアコン、三菱商事、三菱化成、MMC、三菱自動車の提供でお送りします。サッカーを愛する皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。今週は西ドイツのブンデスリーガのゲームをご紹介します。ビーレフェルトのアルムスタジアムです。解説はおなじみの日本サッカー協会の岡野俊一郎さんです。もうビーレフェルトということでファンの皆さんはお分かりだと思いますが、アルミニアビーレフェルト、あの尾崎選手のチームですね。そうですね、はい。そして一方はベルダーブレーメン、奥寺康彦選手のいるチームです。まあ、しかし岡野さん、この番組初めて日本人がいるチーム同士の対決ということを紹介するんですね。そうですね、まあ、本当にそういう意味ではマイクロフォンサイドとしてもどちらにも勝たせたいという感じもするんですがね。本当ですね、まあ、勝敗別にして2人がいいプレーを見せてくれると楽しいですけど ね、 そうですね、はい。ドイツの、そして、まあ、世界のサッカーファンが大したもんだ、日本人も素晴らしいプレーヤーが出てきたんだなというような印象をね、はい、ぜひ残してほしいですね。それでは早速左側ホームチームのアルミニアビーレフェルト、メンバーをご紹介します。この岡野さん、キーパーのクナイプ196センチですね。そうですね、ボルシアメンシングラッドバッハにいましたけどね、はい。それから2番がシュニール、3番がハイコマイヤー、4番がガイルス、5番がやはり今ご紹介がありましたがボルシアにいましたあのホルストボーラス、34歳、健在ですね。そうですね。それから6番ですポール、7番がラウキアイナ、フィンランド代表18回、8番がキャプテンのパーゲルスドルフ、9番がグリレマイヤー、10番がブッツ、11番が日本の尾崎和夫です。さて一方のベルダーブレーメン、オットー・レーハーゲル監督が率います。キーパーは西ドイツ代表のリーター・ブルデンスキー、今日はキャプテン、2番がシャーフ、3番がオッテン、4番がグルーバー、5番がペッツァイ、オーストリー代表58回、この人も岡野さん190センチですね。はい、大きいですね、はい。それから6番がカンプ、そして7番がディトカ、8番に奥寺が入っています。9番がルディ・ペラー、10番がウベ・ラインダース、11番がノルベルト・マイヤー、この辺りはずっと西ドイツの代表選手ですね。そうですね、いいフォワードラインですよね。ですから今お母さんがおっしゃったフォワードラインということではブレーメンの方が上ですね。ただ問題はですね、今日この、はい、シュートですね、奥寺、いいボレーやりましたね、はい、ちょっと相手にぶつかってしまいましたけどね、はい、思い切ったボレーだったですね。もう一度見てください、11番マイヤーの相手がヘディングで、はい、それをクリアしたこぼれたボールそのままいいコースだったでしょうこれ。そうですね、相手のバックスの体に当たって左にそれましたがね、はい、距離もかなりありましたね、はい。コーナーです。立ち上がりブレーメンが攻め込みます。7番のディツカ、向こう側のタッチです。ブレダーブレーメンの方は日本にも来ましたあのキャプテンのベンノ・メールマンが怪我のために今日はゲームに出られないということで、そのために奥寺選手が8番つけてるんですね。そうですね、まあ、メールマンやはりねこのチームの攻めの中心ですからね、はい、組み立ての中心選手なんでそれがちょっと心配ですね。そうですね、どのくらいいいボールが出てきますかね、はい、ゴール前、キーパーのクナイプ196センチ、ゴールエリアの中ですからね、はい、あそこの中ではもうキーパーが保護されてますから、はい、体が接触すればファールを取られますね、はい。このアルミニアビーレフェルトというのはドイツのちょうど、まあ、西部の中西部ぐらい、そしてあのブレーメンからもそんな遠くはないですね、はい、120-130キロです。6番のポール、切り返してセンタリング、クリア、ちょっと小さい、取られましたね、ボクラでシュートを取り、ハーゲルスドルフのシュート、最初のシュートがゲット、いやーびっくりしましたね。ちょっとね今あのクリアが甘かったですね、はい、ですからシュートの瞬間見ると分かると思いますがね、ブラインドだと思いますよキーパー、はい、このヘディングは良かったんですよ、はい、このクリアですね、コントロールしていこうとしたんですがここでね、まあ、正面にいますからね、はい、うん、
リゴベルトがグルーバーがいたんですね、グルーバーの脇、そしてキーパーの肘の下ですがね、はい、いいところに抜けましたね。まだ岡田さん4分ですよちょっとブレーメンきついですね、はい、アウェーのゲームでこういう早い時期に選手得点取られましたね、はい、カールハインツカンプが出しましたボールですが取られました。こうなりますとビーレフェルトが元気になります。ミドフィールド今日はなかなか激しそうです。レフリーはエルマーさんですね、はい、あこの人がフェルトカンプ監督、ビーレフェルトの監督です。7番のディツカ、今日の奥寺はミッドフィールド、尾崎はフォワード、グルーバー左のオープンに振ります。4人追ってん、追ってん縦に出す、インターセプト。過去の対戦成績を調べてみますとブレーメンが6試合して6勝なんですね。ああそうですか、はい、じゃあ自信を持ってるはずですけど ね、 そうですね。でもちょっとねメールマンやっぱり大きいような感じがするんですが ね、 ね、まあ、どれだけ実家とかね、はい、あるいは奥寺君とか、はい、カンプあたりが組み立てますかね、はい、集中して守ります。アルミニアビーレフェルト、ボールに対する寄せは早いですね、出足が早いですね、はい、ビーレフェルトの方、はい、まあ、これはホームですからね、はい、7番のラウティアイネン、ファーサイドファーポスト、いいボールですね。ヘディングの競り合いの時に相手の肩に乗っかってヘディングしたということで反則を取ってますね、はいすごいですね、ビーレフェルト、ビーレフェルトという応援ですがね、はい、ドイツ中西部の商業都市、尾崎君にあの電話をかけていろいろ聞いていましたが非常に落ち着いたあの人情味のあるいい街だということを言ってました。ああそうですか、はい、私はまだこの街は残念ながら行ったことないですけどね。そうですか、日本の方は比較的少ないというふうに言ってましたね。そうでしょうね、やはりあのいろいろな経済的な関係がなければね、はい、学校とか、はい、そうじゃないとドイツだからといってどこの町にも日本人がいるわけじゃありませんけどね、はい、もうファンの皆さんすっかりご承知のように奥寺君はもうドイツの生活に全く慣れきっているんですけれども、尾崎君の方は行ったばかりですからね。そうですね、言葉とかいろいろ最初は大変だろうと思いますよ、はい、まだまだまあ、このゲーム前にもですね、いわゆるチームメイトとのコンビネーションということでは岡野さんがおっしゃった言葉の問題も含めて今一つ慣れてこないけれども、まあ、後半戦にはすっかり大丈夫になると思うということを言ってました。そうですね、はい、やっぱりあのグランドでサッカーでね、はい、日本で行けばおえとかね、はい、後ろにいるぞとか非常に短い言葉ですがね、それがパッとドイツが出てた時にそれにスッと反応するにはやっぱり時間かかりますよね、はい、あ、なるほど、はい、ですから言葉の面で、まあ、そうしたものがまだ若干残っているんですが、フェルト監督も非常に信頼をしていて、後期になれば折り返しの後ではきっと、まあ、尾崎は自分の力を今以上に出すだろうということを言っていました。現在得点が3、カップ戦も1点取ってますからね。そうですね、中央へ10番のベッツ、尾崎が左へ流れます。これは尾崎オープンスペースから切り返すがタックルに合いました。やったのはペッツァイですか。そうですね、これフリーキックですね。はい、笛が鳴ってますね。もう一度今のプレーです。うん、ボール行ってないで足が入ってますね、はいはい、マークについてはどうだと聞きましたら、ね、やはり厳しいですねということを言ってました。うん、そうですよね、早いですからね、はい、フリーキック、アルミニアビーレフェルト、あーあっと、これはちょっと何考えたんですかねキャプテン、はい、そうですね、ファーゲルスドルフですね、ね、とんでもないところに飛んでいきました。昨シーズンビーレフェルトは第8位、一方のブレーメンの方は2位でした。このビーレフェルトの去年の8位というのは最高なんですね。そうですね、ビールフェルトにとってはブンデスリーガで今までの成績の中で一番いい成績ですね、はい、まあ、ブレーメンも2位っていうのはね。そうですね、はい、去年は準優勝でしたブレーメン。
現在のところは3位、12試合を戦いまして6勝4分2敗、これが第13週のゲームです。現在3位、一方のビューレフェルトの方は4勝3分け5敗、第11位です。ただ今年の、奥寺君の場合にはちょっと右足のふくらはぎの肉離れをやりまして一周出遅れたんですね。そうですね、最初出てませんでしたからね、はい、ですからオットー・レーハゲル監督もそうした、肉体的な障害もあったんですけれども、やはりゲーム感が今一つ戻ってこなかったということで、ことに、攻撃面で奥寺君は非常にいいものを持っていたんですが、それが序盤戦では出せなかったということでフル出場はなりませんでした。去年はフル出場でしたね。そうですね、ですからやっぱりどのスポーツでもそうですがね、はい、怪我というのはその選手にとって本当に大きなマイナスですよね。そうですね、それだけにオフシーズンとかシーズンインのトレーニングの時に、はい、やはり体、基礎的な体作りというものをきちっとやっておきませんとね、はい、せっかく持ってる力が怪我で出せないんじゃつまらないですね。そうですね、オフサイドですね。7番この人がパシ・ラウティ・アイニン、フィンランド代表、18回、まだ22歳と岡野さん若いプレイヤーですね。背もあんまり多くないですけど、やっぱりスピードがありますね、はい、170センチ、65キロです。このラウティ・アイニンはかつてブレーメンにもいたんですね。あ、そうですか、はい、キャリアを調べてみますとブレーメンでもゲームに出ています。ペッツァインが戻します。7番のディツカ、縦へ叩いてディツカスーッと上がります。そのディツカの足元から縦へ、これがクリアされました。オフサイドトラップ取ろうということをビルフェルト考えてますね、はい、ですからボールが相手のゾーンに入るとやっぱり後ろの選手が上がれ上がれと今のちょっと前のようなね、はい、画面で分かるようにオフサイドトラップかけるからブレーメンの方は気をつけないといけませんね、はい、クナイプから左に出たボール、11番のマイヤー、7番のディツカ右に振ります、マイヤーが多少下がり目でゲーム作りますからね。そうですか、そこら辺にゲームの作る方では期待をしたいところでしょうかね、はい、トーマスシャープワントゥーリターンから振り返る振り向きざま、シュートまで来ません。ボールはビーレフェルト、左側がビーレフェルト、右にブレーメン、キーパーのディーター・ブルデンスキー、4番リゴベルト・グルーバー、このブルデンスキーというのもいいキーパーですよね。本当に冷静ないいキーパーですね、はい、181センチあります、32歳、円熟の強ですね今、はい、ペッツァイン、オーストリアの代表選手、4分に1点を取りまして非常に元気です。いいところで出ましたね、かろうじてキーパー、惜しかったですね、またキャプテンの、パーゲルスドロップですね、はい、いい上がりしてきますね、はい、179センチ75キロフランク・パーゲルスドロップ先制のゴールをもぎ取っています。2番のシャーフ、ここにはディツカ、チップキック、クロスを入れる、あっとシュートができるかな、ワンタップシュート、ルディ・フェラーですか。そうですね、今のは一点もんですが ねあれだけ余裕があったのにね、はい、ディツカここでうまくインステップでコントロールしましたね、はい、浮かして体を入れ替える、それをハーフボレーですか、ハーフボレーというかボレーですよね、ところがボールがピシッと当たらないんでボールが転がっちゃったですね、フェラーにしてはちょっと今のは寂しいプレーですね、あれだけ点取れる選手がね、はい、西ドイツナショナルチームのセンターフォワードのフェラー、誰でもミスはありますけどね、はい、ただあれだけフリーになってたんでね、決めた方がもうブレーメン本当に同点にすぐできてね、良かったんですが、はい、惜しかったですね、本当に決定的な形逃しました。シュテファン・ブッツ右へ振る、11番の尾崎和夫、尾崎シュートができるか、もう1回アップバランス託した、必死の集中した顔です ね尾崎君も、ね、見てますとね、はい、1人は確実に外せますよね。あ、なるほど、これやっぱり大きいですね、はい、こういう相手に最初ボールピシッとこう持てるということはね、はい、これはファウルですね、はい、今のはファウルですね、やられました。
しかしなかなかあの速さが出てきましたね、ですからねある意味でいきますと尾崎君がこれだけのプレーやって向こうでやれるんですからね、日本のリーグでもね、はい、もうちょっとゲームに集中してねやればねもっともっとレベルの高いサッカーやれる力を現在も私は持ってると思うんですね、なるほどね、はい、持ってながらそれが実際のゲームには全然出てこないと、はい、いうところに一番の問題点があるでしょうね、まあ、あの今奥寺の激しいプレーで尾崎が倒れてゲームが中断しましたが、その持っていてなかなか出てこないというのは何なんでしょうかね。やっぱりサッカーというものに対する考え方だと私は思いますがね。そうですか、はい、フェラーですね、フェラー振り向いてシュー、キーパークライプ、ホープレー、クライプがスーッと前へ出ましたね。フェラーやっぱり素晴らしいスピードですね。あーですね、ただねこう斜めに抜けていくでしょ、はい、そうするとバックが一応は追ってますからね、角度つけてシュートしなきゃならないからシュートの体勢が大体決まるんですね。ですからキーパーとしてはああいう斜めに流れた時のシュートっていうのは割とコースが読みやすいんですね。一番困るのはキーパーの真正面にドリブルされた時なんですね。どっちへ来るかわからない、はい、しかしクナイプにしましてもあれはお母さん今ゴールエリアをスーッと飛び出してきましたが張り付いていたんじゃダメなんですね、それであの右に流れてますからね、はーはー、クナイプとすれば左に流れていかなきゃいけませんからね、はい、奥寺縦へ叩く、ホイッスルが鳴りました。1点を取りましたフェルトカンプ監督、アルミニアビーレフェルト、10番ウベラインダース西ドイツの代表選手、11番ノルベルトマイヤー同じく西ドイツ代表、豪華なフォワードラインでありますブレーメン、攻めに上がった4人5点ラインダースはそこへ叩いてあげた後ねワンツーした後見てちゃいけませんよ ね、 なるほど ね、 やっぱりスッと上がらなくちゃね、はい、グルーバー、そして一旦戻して奥寺叩いて実家右へゆっくり叩いて、ここにはシャーフか、そして実家振り向いてシュート、オスバーもう一回、4番のサインはグルーバー、マイヤーのシュートでしょうかね、クロスバーを叩いたのシュートはフェラーじゃないですかね、あ、そうですね、ちょっとわかりませんがね、はい、これですね、これですね、惜しいですね、素晴らしい、これをまたコースをちょっとですけどね、2点損しました、はい、まあさっきのフェラーといいね、はい、今のチャンスといい、はい、ブレーメンこういうところでピシッと決めないとアウェーのゲームっていうのは苦しくなりますね。とにかく過去このブレーメンとビーレフェルトの対戦っていうのは先ほどご紹介しましたが6試合ありまして全部ブレーメンが勝っています。しかも得点が14で失点が3ですからねすごいですね、まあ、そういう意味からしますとね今申し上げたように決めるべき時決めないとね、はい、最初は勝てるといい意味で自信を持って出てきた試合がね、はい、これはおかしいぞと、はい、取らなきゃいかんないかんなと焦り出せば出すほど今度は逆に自信が裏目出ますからね、そういう意味では本当にチャンスはピシッと、まあ、どんな時でもそうなんですけど、はい、特にアウェーのこういうゲームは決めなきゃいけませんね。あっとダメです。去年の場合でもホームで5対1アウェーでは2対1と破っていますブレーメン、まあ、オットー・レーハーゲル監督にすれば当然のことながら、まあ、今シーズンはクナイプが来たり尾崎が来たりということで、まあ、戦力アップしているんですが勝ち点計算に入れたいチームの一つでしょうね。そうですね、少なくともアウェーで、まあ、負けないと、はい、勝ち点一つは取るという計算の相手ですよね、はい、できれば2点、はい、そうですね、つまり勝つと、はい、これはもちろん目標ですけどね、はい、ホルスト・ボーラースベテランです、34歳。まあ、あの奥寺君に聞きましてもちょっと、まあ、チームのコンディションが今シーズンは序盤戦あまり良くないんだということを言ってましたよね、まあ、それで3位ですからね、はい、ホイッスルが鳴ります。カンプが、はい、だいぶ頭が薄くなりましたね、彼もハーライツカンプ37歳です。この人は岡田さん西ドイツのアマチュアの代表歴が335回ってすごいですね。
37歳のカール・ハインツ・カンプが今日は入っています。アウェイのゲームを戦っているヴェルダー・ブレーメン、当然リゴベルト・グルーバー184センチあたりが上がっているでしょう。ラインダースの件ですね、あっとですね、手に触りましたか。いや、ヘディングです。ヘディングですか、はい、コーナーですね、はい。守りを固めますビーレフェルト。日本人の2人のプレイヤー奥寺と尾崎がいます。流した、あ、ダメだ。あ、この辺はかなりブロックが激しいんですがファウル。ヘッツァイも上がっていたようです。尾崎が走りましたが、ホイッスルですか。オフサイド取られたんですね。オフサイドですか、はい。4分にビーレフェルト、ファーゲルスドルフの先制ゴールによりまして1点リード。7番のディツカ、まあ、組み立ててはいますが ね、まあ、地高だから仕方ないですが、やっぱりこう今のはつなぎという感じでね、はい、やっぱりえぐるようなパスが誰から出てくるかでしょうね。相手の守備を崩すような、はい、ラストパス、あるいはラストパスの一つ前のパスですね、はい、そうした崩しのパスがどう出ますか。ウベラインダース、深いボールが入ります。ダメです。現在のところビーレフェルト4分に先制して1対0とリードです。さてゲームの方は前半の30分です。これはあのパシ・ラウティ・アイネンですね。そうですね、かわいい顔してますね。22歳です。いかにもあのフィンランド系という感じがしますね、はい。さて奥寺が叩いて1点を先行されているヴェルダー・ブレーメンの攻撃です。いいパスが出ました。叩いてワントラップ、叩いてルディ・フェラ、シュートはできませんでした。あのビーレフェルトの方は岡野さん、ずいぶんあの守りも攻めも分厚いですね。あ、やりました。これはファウルです。そうですね、今のはやっぱり反則ですね、はい。肘でこうペッツァイですね、はい、相手をこう突き飛ばしました。動きの量が非常に多いビーレフェルト。ハイボールです。もう一回コントロールしてどちらに出しますか。ハイコマイヤー、すごい深いタックルです。だんだん激しくなります。4番リゴベルト・グルーバー、8番がパーゲルスドルフ、先制点を奪いましたキャプテン。そしてこれが尾崎、何か言ってますね、いやーすごいですね、あの辺りは、ゴール前のね、ポジション取ったの、パンチワントラップシュート、尾崎ですね、尾崎の右足のシュート、素晴らしいタッチですね、いいシュートでした。リバウンド、強烈なシュートです。キーパーのパンチですからね、はい、これはもうキーパー出てるんですから、当然シュートいい狙いですよね、はい、キーパーもいい反応してますけどね、はい、もう少し右脇に飛べば ねしかしね、あれだけ相手がキーパーが出てるっていうところでボレーでね、はいはい、あれだけ脇にシュート出せればもう十分ですよね、はい、尾崎のシュートでした。すっかりあの4分の先制ゴールで勢いに乗りましたね、ビーレフェルトの方がちょっといいですね、はい、そうなるとブレーメンからね、割と組み立てのパスより長い縦パスが多くなってきたですよね。あ、そうですか、一発勝負という感じのパスが多くなってね、これはなかなか崩せないでしょうね。2番のシャープ、1人倒れましたね、そうですね、
ブリレマイヤーでしょうかすごいですね少年が、いかにやはり岡野さんこうした情景を見ていますとホームチームは有利かなという感じがしますね。そうですね、レフティーのエルマー、あ、これは何ですか、治療のために入っていいという合図ではないよ、あ、入ってますね、入ってます、はい、かなりあのビーレフェルトの選手が気合が入ってますね、まあ、世界のこうしたヒノキ舞台で日本人選手が対決するというのも初めてです。尾崎のビーレフェルト、奥寺のブレーネン、キーパーディーター・ブルデンスキー、この3番ですね、マイヤーですね、はい、ここですね、はい、立ち上がりました。21歳の新鋭プレーヤー、すごいですね、左のオープンスペースかわしてセンタリング入るか、ラインはつったでしょうね、なってましたね、ホイッスルが鳴ったようです。とにかくこうして見ていましても基本のプレーが正確ですしミスの確率が少ない。ああ、これはハンドです、ブッツが手で止めたですね、はい、奥寺君のフェイントと同時にやはり岡野さん、いつも私は岡野さんに伺いますが早いですね、ですから、まあ、私もさっきちょっと申し上げたんですが ね今の日本の選手でやれないサッカーじゃない、もちろんレベルは多少違いますよ、はい、しかしやろうと思ったらやれないサッカーじゃないんですよね、はい、さあシュートか、もう一回敵の裏をくぐってダメです。まあこう見ているものを納得させますよね、見てましてね、それの一番簡単なポイント言いますとね、はい、要するにあの一人がボール持った時にみんなが動いてるということなんですよ。あ、なるほどね、はい、だから私は今の日本の選手でもやれるはずだという意味ですね、はい、どうも空振りが多い、そうですね、シュートミスが多いですね、コーナーでここでスナイプがパンチですよね、はい、で拾ってこれが当たってなきゃいかんのですね、ピシッと、はい、フェラーですか、はい、ストキーパーは戻り動いて戻ってる最中ですからね、はい、点になる確率非常に高いわけですね、ですがね、はい、やっぱり90分間というもの全員がボールもらえる位置にさっさっと動く、お互いがそれを繰り返したらね、これはもう素晴らしいサッカーに自然となるんですよね。それみんなが立ち止まってパスが一番確率っていうか安全に出るところだけポンポン繋いでるんじゃね、はい、あるいはもうただボール持ってる人にだんだん集まって潰すだけじゃね、はい、やっぱりサッカーの面白みは出てこないですよね。いいバランスです、ルディ・フェラー、いい体のこなししますね、はい、あれだけ深いタックルですけどね、素晴らしいプレーです、まあ、これはストライカーにとってぜひ欲しいプレーですね、これです、完全に入ってますよね、体がそれやっぱり右足引っかかってるような体勢ですがね、もうすぐ体勢立て直してますからね、はい、バランスを失わずしかもルックアップして状況を見て、はい、素晴らしいプレーでした。これやっぱり反射神経のみならずね、はい、筋肉の鍛えられた筋肉の成果ですよね、はい、体がバランス崩してもすぐ復元できるというのはね、はい、アルミニアビーレフェルト1点先行、
まあ、3万5000ぐらい収容できるグラウンドなんですが、今日は2万弱ということなんですが、しかしすごい声援ですね、どうもブレーメンには勝ち目がないということかもしれませんがね。さあチャンスになる、フォルストボーラースか、ベテラン34歳、バックラインの裏へ上げますが、これはダメ、ちょっと大きすぎました。尾崎和夫、徐々に西ドイツでの生活にも慣れてきたと電話で答えてくれました。こういう縦一発が多くなってきたですね、ブレーメンの方はね、はい、左足のふくらはぎの、右足のふくらはぎの肉離れのために出遅れていた奥寺もようやく戦列復帰。あー、いいところで返しましたがね。どうだ、シェフォー正面ですね、フェラー、レディーフェラー、その後ガイルスが何か足を引っ掛けたんですか、ちょっと足首入ったんでしょうね、そのようですね、引っ掛けられたかね、レフリー見てなかったですね、はい、スロービデオで見てみましょう。ルディフェラーいいシュートをしたんですが、そのシュートと同時に何か4番のガイウスに足を引っ掛けられます。ライダースよくヘディングしたですね、そうですね、今のもここで体を反転してシュートで着地した時に足に入ったんですね、蹴った足で、はい、圧倒的に青少年ですね、そうですね、まあ、こうしたプレイヤーたちは青少年の夢を育んでるわけですからね、はい、それだけにやっぱり彼らもいいプレーをすることがもう義務なんですよね、はい、こういうトップレベルというのは、はい、盛んにあのウベラインダースが言ってましたね、レフリーに。ルディ・ペラーようやく立ち上がりました。西ドイツのナショナルチームの重鎮同士ですからね、そうですね、ちょっと不満そうです、ブレーメンのプレイヤー。ああ、やっぱりね、出てきてられますね、ラインダースですか、ちょっとこう、まあ、反抗的な態度といいましょうかね。いや、ボールはあのね、あの向こうへ、当然の位置から向こうへ蹴りましたからね、これはもうはん、あの警告を与えられて仕方ないですね、はい、立ち上がり4分、バーゲルスドルフのシュートがちょっとブレーメンのリズムを壊しています。しかもゲームメーカーのメールマンが今日は怪我のために出ていません。ブレーメンの攻勢、縦へのスルーパスが1本通るか、コントロール、ただボールをキープです。ルディ・フェラー取られたけど粘りますね、やっぱりですね、あー、引っ掛けたですね、これはいけません、これはフェラー怒ります。分かりましたと危ないですからね、反則したも分かってますからね、分かってます、分かってます、フォールでしょうかね、取られてす、マイヤー、あ、マイヤーですからね、ハイコマイヤー、これも一品引っ掛けてるんですがね、そうなんです、これ取られたんだ、あと足いったですね、これはいけません、はい、このプレー危ないですよね、危ないですね、6番がカールハインツカンプ、フリーキック、低いシュート、ー着接狙いますかね、ナイスが取りました。フェッツァイがせっかく前にいたんですからね、フェッツァイの頭を使うかなと思ったんですが、そのままダイレクトでシュート。さてビーレフェルトの攻め、右展開、はい、10番のブッツ、尾崎にチラッと似てるんですよね、黒髪でね、割とビールフェルトのフォワード小柄な選手が多いですね、そうです、ブッツが170ですからね、はい、グリレマイヤー172、尾崎が177ぐらいでしたからね、そうですね、ブレーメンの攻め、センタリングニアパースト、ヘディングシュートですね、またフェラーですね、ルディ・フェラーのヘディングシュート、わずかに外れました。しかし素晴らしいポジショニングですね、こういうね、逆から走り込んでるんですね、そしてコースをヘディングでチャーン、
こっちから走ってきて左へ振ってますね。2人のディフェンダーの間ですもんね。まあやはりシュートはどうも決まってませんがね、しかしやっぱりシュートチャンス掴んでるのは全部フェラーですよね。そうですね。というところに彼の点取りはねやっぱり非凡な才能を感じられますね。はい、ミッドフィールドがかなり激しくなります。3番の4人追ってインターセプト、ビューレフェルト今日は本当に張り切っています。10番ブッツ、ステファン・ブッツ、9番ですよね、はい、チーラブキャニンですね、はいはい、もう1回ブッツ中を見る、低いボール、あっとそこに入ったのが9番、はい、これですね、小さいですね、グリラマイヤー、はい、普通9番って言ってもストライカートップですけどね、大体大きいんですが、ちっちゃいですね、彼は。ですから、なんと申しましょうか、アスナルゴールというんでしょうか、非常にゴール前、ニアポスト、ファーポストにライナーの低いボールを入れますね。そして動きながらで勝負してますよね。かつてのワールドカップのポーランドはそうでしたかね。はい、11番、ノベルト・マイヤー、そして、ジュトゥパ。逆襲。もうちょっと今ね、やっぱり一発出さないといけませんね。ラウティアイヌンからこれは尾崎でしょう。そうですね、はい、尾崎独特のフェイント、はい、オブストラクションです ですね、はい、体で防ぎました。しかし元気そうですね。そうですね、伸び伸びやってますよ。そうですね、はい、取られれば追いますし ねやはりこれだけ動けばね、はい、立派なもんだと思いますね、はい、もうほとんど時間がありません。前半さあこれから切り返してシエソン、これはちょっと力がなかったですね、ジャストミンはしません。もう秒単位です。1点先行しているビューレフェルト、あ、これタイム、前半終了ですね。そうですね、こうなるとね、はい、ブレーメンがこの1点をね、いつ同点にレベルを上げられるかですね、はい、あ、これはオットー・レーハーゲン監督、ブレーメン、はい、ちょっと今のところ見てるとビルヘルト波に乗った感じがしますね。いい感じがしますね、はい、解説は岡野慎一郎さんでした。ありがとうございました。どうも失礼しました。それではまた来週のこの時間にお目にかかります。後半戦お楽しみに、ごきげんよう、さよなら。サッカーを愛する皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。西ドイツはビルヘルトのアルムスタジアムです。現前に日本人プレーヤーの奥寺とそれから尾崎がカメラマンのフラッシュを浴びていましたが、西ドイツのブンデスリーガ、今週は先週に引き続きましてアルミニア・ビーレフェルトとベルダー・ブレーメンのゲームをご紹介します。今週は後半です。解説はおなじみの日本サッカー協会の岡野慎一郎さんです。前半、岡野さん、ビーレフェルトが1点先行なんですが、はい、いよいよアウェイのブレーメンとすれば残り45分ですね、はい、できるだけ早く同点にしないといけません ね、はい、ね、ちょっと前半ビーレフェルトのペースで終わりましたからね、はい、それにしましても先週もお話をしましたが、日本人のプレーヤーがこうした世界の最高のリーグの中で戦っていく、まあ、素晴らしいことだなと思うんですが、どうぞ、まあ、この後日本人のプレーヤーが、岡野さん、ブンデスリーガ、あるいはイングランドリーグ、まあ、世界のですね、こうしたリーグの中でどんどん私は活躍をしてほしいと思ってるんですがね。そうですね、やはりどんどん出てってやれる力を持ってる人は私はやったらいいと思いますね、はい、そうしますとやはり日本の土壌もそうした選手を作り出すということになってくれば、もっともっと強くなるんじゃないですか、もうそうなった時には日本に本当の意味でプロが生まれてくるということになりますね、シュート、立ち上がりから10番のウベ・ラインダース、ものすごいシュートをしましたが、コーナーですか。そうですね、そうですね、バックに当たってます、はい、このコーナーキックの後でメンバーご紹介します。そして引き続いて先制ゴールご覧をいただきたいと思います。キーパーは大きなクナイプ、196センチ、低いボールクリアです。立ち上がりブレーメン攻めてますがね、それでは早速ホームチームアルミニア・ビーレフェルトのメンバーからご紹介をします。まずキーパーはクナイプ、196、今シーズン入団しました。かつてボルシア・メンヘングラードバッカにいました。2番がシュニール、3番マイヤー、ハイコマイヤー、
4番がガイルス、5番がベテラン34歳のボーラース、6番ポール、7番がフィンランド代表のラウティ・アイネン、8番キャプテンのパーゲルスドルフ、9番がグリレ・マイヤー、10番がブッツ、11番が尾崎和夫です。一方ベルダーブレーメン、左側のエンドです。ブルデンスキー、西ドイツ代表、それからシャーフ、オッテン、グルーバー、ペッツァイ、6番カンプ、ジツカ、オクデラ、フェラー、ラインダース、マイヤーです。まあ、この9番のフェラーが前半いろいろチャンスがあったにもかかわらずちょっとついてない面もあって点が取れなかった、ここら辺が前半見てるとやっぱりペースをビーレフェルトに渡した原因でしょうね。はい、大変失礼しました。それでは前半の得点をここでご紹介をしてみたいと思います。パーゲルスドルフ、この先制のパンチは岡野さん聞きましたね。この、ね、サイドチェンジ左から振ったのが大きかったですね。はい、6番のポールです。あ、ね、失礼しました。はい、ポールです、はい、折り返す、このこぼれ球をうまく拾ったですね。はい、いいシュートですね。これは名手ブルデンスキーを持ってしてもしょうがないですね。無理ですね。8番のパーゲルスドルフですがね、はい、素晴らしいシュート、相手のちょっとした隙狙ってボールをかさらってきましたね。はい、シュニールが最初の段階で入れ替わっちゃったんですね。ジトカのこのトラップがちょっと軽率でしたね。4分の先制ゴール、これは効きました。前半よりもやや激しさを増しそうな気配です。ミッドフィールドでの奪い合いがすごいですね。当たりが激しいですね。そうですね。9番がグリレ・マイヤー、8番がフランク・パーゲルスドロップ、キャプテン、ライトがつきましたか。もう後半最初からライトついてますね。向こう側のタッチです。スローインはビーレフェルト、ヘディングのクリア。先週ご紹介しましたが、今日はベルダーブレーメンの方はあのゲンメーカーのキャプテンベンノ・メールマンが怪我のため出ていません。オクデラ君に聞きましたらば、最初はひょっとしたらオットー・レーハーゲル監督は尾崎のマークを命ずるかもしれないということをおっしゃってたんだそうですね。ああ、そうですか。で、私自身もやりにくいなというふうに思ったんですけども、というのは奥寺君の言葉ですね。そうですよね。平凡ですね。平凡ですね。ウベラインダースがやられました。6番のボルフガング・ポール、ラインズマンも書くんですね。そうですね、記録をきちっとするためにラインズマンも書きますね。はい、これはボールじゃないですね。後ろからもう完全にいってますからね。はい、これは割と最近厳しく取ろうという傾向なんですね。真後ろからボールを持ってる選手の足をかっぱらうというのは、はい、まあ、当然ボールを持っているプレイヤーというのはけっとこう緊張感の中で持っているんでしょうが、後ろというのはやっぱり本当にアキレス腱でしょ。そうですね。前方の敵に対してはかなりね、はい、身構えますが、後ろからのこうしたタックルにはかなり、まあ、ショックを受けます。体を接触してて相手にプレッシャーをかけるのは構いませんがね、はい、後ろからガチンと足行くのはね、これはもう選手の選手寿命というものにまで下手をすると絡んできますので ね、 そうですね。まあ、ですから、はいはい、6番のポールがちゃんと心配で、はい、来てますよね。そうですね、こういうところいいところですよね。まあ、本当に心配そうです。レーハーゲル監督ですね。はい、右から2人目の方、ちょっとあの赤いあのウィンドヤッケの裏が見えていますが、口を動かしていました。握手ですね。はい、とにかくこのウベラインダスは
相手の中の、まあ、ストライカーですからね、まだちょっと痛そうですが、カールハインツカンプ先頭再開。奥寺君から逆にボールが出てきましたね、はい、ペッツァイ、ペッツァイはオーストリアの代表選手。7番のディツカ、左の奥へ出せません。中央へ、これからグラウンダーで縦へつなぎます。リゴベルト、グルーバー、リターンはダメです。もう1回、オフサイドはありません。9番のグリレマイヤー、やはり小さいだけに俊敏ですね。そうですね、尾崎へパスを出そうとしましたがタッチアウト。4番のグルーバー、何か集音マイクの音量を上げますとお母さんガチッガチッという音が聞こえてきそうです ね、 ですね。さあ繰り返した、シュートができるか、あスライディングタックル、いやタックルした方もちょっと痛みましたよ、グルーバーですね、ちょっと今のは痛かったでしょうね、まあ、すごいタックルですがね、相手の突進を止めました。これは腕を使いました。4番のガイルス、立ち上がったフェルトカンプ監督、ビーレフェルト、当たりが激しくなります。両チーム、尾崎、ドイツの生活にも慣れましたと語っていました尾崎和夫。レフリーはエルマー、この人がブレーメンオットー・レーハーゲル監督。まあ、尾崎君の場合は特に年もまだ若いですからね、はい、向こう行って今年が最初で、これからだんだんと選手寿命という意味で言えばね、はい、十分時間があるわけですから、はい、向こうでどんどん吸収して勉強してほしいですね。そうですね、まだ23歳ですね、はい、彼は1960年の3月7日生まれ。あ、リゴベルト・グルーバーですね、はい、体張ってそこのところにキックの前へこう倒れ込みましたんでね、そうですね、瞬間息が詰まったんでしょう、はい、さあシュート、ラインダースのシュートですね、壁に当たりました。ガッと悔しがりました、このラインダース。右へ展開、ホルストボーラース、ああ尾崎ですね、2番がトマス・シャーフ、5番のブルーノ・ペッツァイ、中央へ。いやこうなりますと岡野さん、アルミニア・ビーレフェルト引きが早いですね、でフォワードのトップがね、みんな尾崎君含めてよくディフェンスに入るですね。そうですね、はい、これブッツ、あーっとグルーバーですね、中央へ、奥寺ですか、いやーしちょっと足元にボールが入りましたがね、はい、ノーマークだったんで、もう半歩プッと押し出してからスピードに乗って左足で叩けたですね。いいパスが出ました。いなかったんですからね、ここ、はいはい、ちょっと吹かしてしまいましたね。そうですね、惜しい惜しい。ファーゲルストロフからボールが出ました。ワンツーリターンから持ち込んでラインが低く、シュート、ホルストボーラース、久々のボール2対0、尾崎からのワンツーですよね、今のね、はい、いいパス返しましたね。ヘルト監督もエキサイトしてますね、立ち上がっちゃいました ね、 ね、まあ、1点も勝ったことの前、相手に 2-0 でリードしたわけですから ね、 ね、これは大きいです、56分、守りを固める体勢ですね、2-0 になったんで、そろそろ守備の選手にウォーミングアップを向きますね、はい、もう一度見てください、ホルストボーラースですね、はい、そして尾崎君からのワンツーですね、はい、でトップが引っ張ったおかげでシュートコースができたですね。あ、なるほど、距離ありますね、いいところに飛んだですね、はい、右上隅、岡野さんおっしゃったんですが、やっぱりクロスに流れるよりも正面からのシュートがキーパー困るんですね、困りますね。
すごいシュートが決まりました。ホルストボーラー34歳。このボーラースは34歳ですが、ボロシア・メンヘングラードバッカー、あるいはザンクト・パウリ、それからミュンヘンなどにもいましたしね、はい、ブンデスリーガのベテランプレーヤー。これはしかしブレーメンにとっては痛い失点ですね。ああもう守りのプレーヤーですね。そうですね、3人を身勝って始めましたがね、まあ、これからの展開でどういう選手を投入していくか、はい、まあ、フェルトカンプ監督の腕の見せ所ですね、はい、シャープが叩きます。あ、ダメです、潰されました。ブレーメンフリー、いやー激しくなりました。あ、やったー、これはマイヤーのファウル、警告です。やられたのはラウキアイネンですか。そうです、ラウキアイネンが倒されたですね、はい、すっ飛びました。170センチ、65キロ、本当に可愛い顔した少年のような面差しの残っているラウティアイネン。ここでまず足引っ掛けられてるんですがね、顔持ちこたえたんですが後ろから行って、もうこれはね、すごい、もう全くボール無関係のプッシングですからね、これはすぐ警告になりますね。危ないですよ。あ、大丈夫です ねしかしこうして見ていましても激しいプレーの中で、岡田さん、当然のことかもしれませんが、非常に各プレイヤーが肉体的に鍛えられてるなという感じがしますね。その通りですね、相当激しい接触してますがね、大きな怪我にはなってないですからね、はい、ブッツ右へ叩きます。中を見る、ルカップが低いボール、リバウンド、尾崎が追います。尾崎密集をかいくぐる、ああ、掴みましたね尾崎がカンプを掴みました。まあ一つの例ですがね、はい、ブンデスリーガーでもイングランドのリーグでも、はい、あるいは南米のリーグ、イタリアのリーグ、このゲームでやっててですね、どのゲームを見てもあっと大丈夫です ね選手がですね、はい、バンデージしてるのをほとんど見たことないでしょう。あ、ないですね、本当そうですね。ところが日本ですとね、すでに高校あたりからね、大会とかいろんなの見に行きますとね、はい、バンデージをして最初から出てくる選手が大勢いるんですね、テーピングをして、はい、いわゆる予防のためのテープじゃなしにね、テープをしないとプレーができないと、はい、これにね、いかに普段からいい体を作ってないかという逆の例を私は感じるんですね、はい、もっともっと普段からいい体を作りですね、怪我というものに対しての考えをきちっとしておけばね、はい、これだけ激しいゲームやっても誰もほとんどの選手がテープして出てこないわけですよ、はい、これ足首やってるんですよ、もちろん、怪我をしないために、はい、そうじゃなくて膝とかね、はい、ももとかも最初から怪我をしてやってますという選手がいないんですよね、はい、ところが日本の試合見るとね、多いですよ、ものすごく多いんですね、まあ、だいたい4名ぐらいはいますね、まあ、試合にもよりますよね、チームにも。しかし、はい、率直に言っても最初からテーピングして出てくるというのは普段のトレーニングがいかにきちっと行われてないかという逆の証拠だと私は思うんですね。ただ私もブンデスリーガのいわゆるプレシーズントレーニングというのを何回か見たことがあるんですが、いわゆる体作りのトレーニングというのはそれぞれのプレイヤーが個々にやってこいという命令を出すそうですね。そうです ねこれはもう、まあ、そういう形っておかしいですがね、はい、野球で日本一になった広岡さんの考えと同じことですよね。 ある意味でいきますと ね自分の体は自分で作ってこいと、はい、それがスポーツマンだよということですよね、はい、ですから全員一緒になってわーってやることもあるでしょうけれども、はい、その前の段階で作ってこいということですね。もう基礎的なものは全部作ってこなきゃダメですよね。これ奥寺君に聞いていましたが、やはりチームとして決められたシーズン前のトレーニングの前に自分でやっぱりメニューを作って、はい、その中でやるんですよね。そうですね、まあ、しかし一般的には今日本の指導者の方に伺いましても、いわゆるフィジカルフィットネスというんですか、はい、肉体的なトレーニングはあまり中学生高校生の職が好きじゃないという話を聞くことがあるんですがね、まあ、中学生はあまりやる必要ないですね。あ、そうですか、はい、これは1点分ですね、まあ、もちろん選手の個人差がありますけれども、はい、
しかし高校の2年ぐらいあたりになったらもう1年の後半あたりからはやった方がいいですね。あ、そうですか、はい、そしてそういうのをあの選手が好まないというんですがね、そんなことはないんでね、はあ、それをちゃんと記録を取ったり、はい、選手が楽しみにするようなメニューを作ればいいんですよ。あ、なるほどね、はい、耐久力がこのくらいアップしたとか、はい、走力がこのくらいアップしたとか、そうです、はい、それただこういう辛いのをやってこいだけじゃね、なかなかやらんですよね。完璧、とにかくそうした強靭な肉体的な条件というものがサッカーの場合には非常に重要だということですね。そうですね、まあ、いわゆる華麗な技術だけでは通用しない世界です、はい。やっぱり地面に落とさなきゃいけませんね。まして相手がクナイプですから、そうですね。まあちょっとね、あの外に開きながらですからね、はい、こういうふうに体に力が入りにくい、走ってってのコースじゃないですからね、はい、どうしても状態が流れますもんね、はい、しかしいいゲームです。ブルデンスキー必死になって2点を持っているヴェルダーブレーメン、2対0です。ファーゲルスドル、そしてホルストボーラース、ね、はい、ブレーメン戦意喪失というとオーバーですがね、今なんかでもボールに全然寄らないです ね、そうですね。逆にビーレフェルトの方の勝てるということでの出足の良さがもう非常に目立ちますね、はい、奥寺がディトゥカ、向こう側にマイヤーが流れました。ディトゥカ右へ、この位置には10番のウベラインダース、かわしてシュートはできない、できないですね、ディトゥカから、はい、ディトゥカから出たんですね、はい、取られました、ターゲルスドロフ粘りがいましたつ、追いませんもんね、追いませんね、はい、ちょっと止まってます。こうなると守備ラインは苦しいですね、もうこういうプレーしかできません。グルーバーが上がってきたんですけど、どっかでボールデッドにしませんとね、はい、勢いになります。アルミニアビーレフェルト反則を取ったんですね、フリーキックライン、はい、ちょっとそれがスローインかフリーキックか選手の方が理解してないんです ね、ですね。今レフリーの身振り見てますとねポイントが違う、あのボール置きなさいって言ったんですね、スローインだと思ってたんです、フリーキックですね、はい、フリーキックなんですねそうですね、フリーキックですね、はい、いやあっさり的に渡しましたね、そうですね、マイヤー奥寺ですね、奥寺マイヤーもう一回、ね、こちら側のタッチにクリアです。5番がホルストボーラース、まだまだボーラースも感じは若いですね、右へラインダースかセンタリングだ、なんとしても大きいです、196センチ、チャンスがある、もう一回うまくマイヤーと合いません、奥寺君頑張って今取ったんですがね、10番のシュテファン・ブッツ、激しくなってきました。ブンデスリーガの第13週ビーレフェルトは12試合戦いまして4勝3分け5敗、現在のところ第11位、一方のブレーメンの方は12試合で6勝4分け2敗第3位です。さて尾崎、あっとオフサイドですね、足足、しかし前も申し上げましたけどね、はい、今でも尾崎君一人は確実に外しますよね、そうですね、パッとヘイントかけてね左へ、これはやっぱりあのこういうレベルでやる場合の非常に強いブレーですね、まず最初の一人が外せないとやっぱりフォワードは苦しいですから ね、ですね。シャープが後ろに戻します、左のオープン、いいボール出ましたね、はい、カンプでしょうか、グルーバーだと、あ、グルーバーですか、ないかと思いますがね、はい、折ってんかもしれませんね、はいはい、コーナーですか、そうですね、
残ってるんですね、はい、フライト大きいですね、はい、どうでしょう196というのはおそらく世界で一番大きいキーパーじゃないですかね低いボールも強いですよ ね、 ね、 そうですね、徹底した左利き、これは昔からです。さあブレーメンの攻め、リゴベルト・グルーバー縦へのスルーパス間に合うか、なんとライン割っています。ご承知のようにこのブンデスリーガも最後にはゴールディファレンスというのがありますからね。そうです ね、 ね、まあ、ブレーメンは特にあの大量得点ってあんまりしないチームですから ね、 そ、 ね、それだけに逆に言えば失点はできるだけ減らして、はい、とにかく負けるでも1点は取っておくというような努力をしておきませんと ね、 ね、最後に泣きますよね、はい、そうです。今岡野さんのお話で私思い出しましたが、このところずっとあのブレーメンの方は岡野さん成績見ますと負け知らずでしてね。そうですね、9試合敗戦がないんですね、はい、まあ、引き分けはあるけれど負けてないですからね、はい、そうですね、立ち上がり2つあの、はい、負けて勝って負けたんですよね、はい、マンハイムに負けたスタートが大きかったですね、はい、今にして思えば。そうですね、そしてメンヘングラードバッハに負けました、はい、9試合負けがありません、うん、いい展開ですね、はい、絞ってダダッとどうかな、ヘディングシュート、惜しかったですね。尾崎君ですか、ヘディングしたのは尾崎君です ね、 ですね、折り返したのはね、飛び込んだのが9番のグリルマイヤーだと思いますがね、はい、よくそうですね、はい、これ尾崎君でしょう、やっぱちょっとそうですね、あ、でこれ飛び込んだのが、ね、足出したのがそうですね、はい、ちょっと髪の毛赤いですか、はい、惜しいところでした。盛んにグリルマイヤーが引っかけます、今奥寺君ですね、はい、奥寺左へ出します。少しあのブレーメンのプレイヤーの動きが鈍りましたね、もう一回ディフェンダーの背中に当たりました。奥寺の左足のシュートセンタリング、チームのコンディションがあまり良くないと言っていました奥寺。大きいですねボーラース、あ、バインダース、はい、どうも一つ2点取られた後集中力がちょっと欠けたという感じがウェダーブレーメンの方に見られますね、はい、選手交代ですね。そうですね、はい、69分なんですが、やはりあのフェルトカンプ監督はウリヒ・ビュッシャー、あのディフェンダーですよね、はい、シュニングと変えました。あ、そうですか、今の体勢だと交代でしょうね、はい、2番のシュニングと変えました。カンプブレーメン2点を追います。あと20分ぐらいですが厳しいですね、ちょっとこのままでいくと今みたいにね、ちょっと足先出されてやられちゃうんですね、そうですねガイです反則取られましたね、はい、倒れたのはルディ・フェラ、さあここで1点を返したいところです。キーパーはナイプ196センチ、壁を作ります。ああ、ここでまたレフリーのエルマーさんが交代のジェスチャーなんでしょうか、そうじゃないんでしょうかね、壁を作りました。あ、やっぱり交代ですね、交代ですね、交代ですね、そういうアナウンスですね今。あ、そうですか、はい、レフリーがあのいわゆるあの伊藤巻巻のような格好しましたもんね、はい、12番が入ってきましたね、はい、あ、フランク・ノイバートですね、ノイバートが入って11番のマイヤーがブレーメンの方変わりましたね、はい、壁を作ります。まだ変わる気配ですね。そうですね、ビーフェルトの方は13番が入る、ね、フッペですね、はい、はい、
風景も変わるようです。まずキャンプに代わってフランク・ノイバーとかブレーメン、尾崎君が下がるんですね。そうですね、うん、やっぱり守備固めですね、そうですね、まあしかしいいプレーでしたね、すごい拍手ですよね、はい、うん、ヘルトカンプ監督にポーンとお尻を叩かれました。さて後半20分に全てをかけるブレーメンです。ダメでした。さてゲームの方は81分、ブレーメンは岡野さん苦しくなりましたね。そうですね、ここまで来て 2-0 のままというのはちょっときついですね、はい、あーとパスが通った、キーパー飛び出すか、切り返して9番のグリレマイヤー、あーっと流れた、もう一回シュート、あーっとキーパーですね、もう一回いやーブレーメンの方は守備がちょっと乱れました。ブラックナイフですね、はい、なんだ取れなかったのかというところですね、まあ、3-0 になればもう本当楽ですからね、はい、ここまで来たらグリレマイヤー、ここまでキーパーしかしいいタイミングで出ましたね。そうですね、あそこでオフサイドだと思いますよ。そうですね、というのはキーパーが出てましたからね、はい、そうですね、はい、奥寺が手をスッと上がりましたね、はい、選手が一人しかいないわけですからね、はい、さあ小柄のラウティアイデン、オフサイドですね、これまた、はい、キーパーのブルデンスキー、一方の、まあ、ブレーメンのレイハーゲル監督は点取り屋と言いましょうか、期待ができるフランク・ノイバーと入れましたからね、大型ですからね、はい、ちょっとスローですけどねこの選手は、はい、13番ディルク・フーペ、これがノイバーとですね、はい、フランク・ノイバーと190センチ、日本にも来ました、日本で点取りましたからね、この人、まあやっぱり日本なんかですとね、これだけの高さがあるとある威力になりますけどね、そうですね、190センチ81キロ、このポールにしがみついているプレイヤーとは随分違いますね、はい、高さで勝負という感じです。高いボール、ホイッスルが鳴りました。ちょっとブレーメンの方は敗色の横行になりました。切れたんでしょうか、盛んにハンドというふうに奥寺君言ってましたがね、今なんかでも勢いに乗っちゃったという感じですよ ね、11番のノルベルト・マイヤー、奥寺変わったシャーフ、シャーフカットされました。カウンターが早いですね、早いですね、またラッキーアイムということは、結局あの大きなプレイヤーの脇の下をすり抜けるようなプレイが多いから潰されるんですよ ね、非常に俊敏です。フィンランド代表のパッシュラウティアイネン、しかしいい走りをしてますね、両手も走りますね、ということはね、あの11番のマイヤーは変わってないんですよね、ですからノイバートと変わったのはラインダースじゃないんですかね、そうでしょうか、カンプじゃないですか、はい、カンプですか、はあ、違うでしょうか、あ、そうかもしれませんね、よく調べてみましょう、そうですね、はい、あ、そうですか、7番のパッシュ・ラウティアイネン、抑えました、そうですね、ブレーメンは1人しか変えてないんですね、そうですね、はいはい、やっぱり攻めに点を入れたい、あ、もっと力を入れたいということでしょうね、今のヘディングシュート、危ないですよね、これも1点もんですよ、危ないです、はい、ですから守備がちょっとね、集中が切れたんでしょうかね、ブレーメンはグリルマイヤーなんかちっちゃいんですからね、ポール、はい、ヘッツァイは何もやってないというふうにアピールをしましたが、まだ言っています、何も僕はしてないじゃないかと、まあそこら辺は微妙なところですねそうですね、はい、本当にそうです、今のプレーです、ここでフェイントかけて左へ出ようとするんですよね、はい、キュッとここで左出ますがね、はい、ポール、うん、
確かに何もしてないようにも見えますね。見えますね、はい、たまたまポールの演技の方がうまかったのかもしれません。そうですね。さて壁を作りました。いやー顔をかすめていきました。手を出すわけにいきませんしね、なかなかこの8番のキャプテンのファーゲルスドルフの、はい、技巧もあるしいい選手ですよね、はい、よく動くし25歳です。2番トーマス・シャフ、右へ12番のフランク・ノイバー、ノイバーちょっと出足が遅いんです。やはりちょっと間に合わないでしょうね。ああ、上でした。いやもうフェルプ監督、監督座っていられませんね。そうですね、まあブンデスリーガとしても1勝勝ち点2ということもあるし、今まで一点も勝ったことのないベーダーブレーメンに勝つと、ね、いうことはこれから先を考えたときにチームに自信がつきますからね。本当に今日はあのビーレフェルトの点は割り切っています。まあ、日本人も割と縁起ということをよく担ぎますよね。ドイツとかヨーロッパの選手というのは縁起やっぱり担ぐんですよね。あ、そうですか、はい、特にこういうスポーツやる選手は多くてね、はあはあ、勝てない相手に一遍でも勝つというのはものすごい彼らにとってはですから、その縁起をですね、悪い方のあれを引き払うにはものすごくいいことなんですね。いわゆるジンクスを一掃するわけですね、はい、これで割り切っています。よく走ります。ファールでしょうね、これも。ファールですね。ブデンスキー怒りました。警告ですね。確かに、ブレーメンはチームのコンディションがあまり良くありません。シャーフが追っています。ボールを持っているのはフンペでしょうかね、ファーゲルスドルフでしょうか。あーブロックして足を出した。微妙といえば微妙ですね。そうですね。あーオットーレハーゲル監督はこのおつむが光った方の奥へ入ってしまいましたね。ハゲに入っちゃったですね。てる間は同じユニフォームを着るとか同じ靴下を履くとかね。あーそうですか、はい、あーヨーロッパの方でもそういうことあるんですかね。競技場に来るまでの道は必ず同じ道を通るとかですね。ものすごいそういう縁起を担ぐんですね。日本でも野球のプレーヤーの場合はよくありますがね、はい、フリーキックです。ちょっと吹かしました、残り時間が少なくなってきました。ブレーメンはやはりベンノ・メールマンというゲンメーカーの鉄用が響いてますか。そうですね、ちょっとそういう感じしますね、はい、これ見てると。まあそれとルディ・ペラあるいはラインダースが前半に、まあ、シュート惜しいところで決まってないという何かもどかしさがですね、だんだんチームのリズムをなくしていったんでしょうかね。それもさっき申し上げたようにね、ペラあたりが特に決めるべき点をピシッと決めておくと、はい、いうことができなかった、はい、これは大きかったですね。ただやっぱりね、メルマンのような自信を持ってね、はい、中盤を作るリーダーというのがちょっとやっぱり見てると欠けてますよね。いやもうお客様の波が出口の方に向かってます ね。もうここまでくれば 2-0 はね、もう間違いない勝利です。ウベラインダースがクローズアップで映っていましたが、会食濃厚のブレーメン今シーズン3敗目ですね。そうですね、本来なら勝つあるいは少なくとも引き分けできる相手に負けるというのは大きいです ね。タイムアップのホイッスルが鳴りました。6番のポール盛り上がって喜びます。いやーレーファゲル監督は厳しい表情です。厳しい顔ですね。ゲームが終わってからですね、尾崎選手と奥寺選手が会う予定だったんだそうですが、敗れたということではオットーレーファゲル監督許さないかもしれませんね。そうですね、なかなか厳しい顔をしてましたね。はい、まあ、それにしましても日本人のプレイヤーが活躍をしていたブンデスリーグ、まあ、これからもですね、機会があれば岡野さんご紹介したいと思います。そうですね、楽しいですね。どうもありがとうございました。それでは来週のこの時間までごきげんよう、さよなら。